富山県立大門高等学校は、富山県伊水市二口地に所在する公立の高等学校。校舎外観富山県内で最も新しい普通科、単独校。情報社会に通用する人材を育成するための情報教育がなされている情報コースがある。比較的歴史の浅い高校であるため、英語入試による大学入学の実績がかんばしくない。制服のネクタイには、 大門にかけて、大文字層があしらわれている。全生徒が一年時に、コンピュータの基本的な操作技術を習得し、情報の科学的な理解を深めるとともに、ネットワーク社会に参画する態度を培い、情報活用の実践力を養うことを狙いとする、情報教育を受ける。二年次より、情報コースを設けているが、特別な情報の授業はなく、理系との違いは、あまりない。 情報コースでは、理系と同一科目を履修するほか、情報科学、情報物理、情報科学、情報数学を設けている。しかし、情報の要素はない。情報コース志望者に、情報科学を解説、文系志望者には、情報メディアを選択科目として解説し、課題研究を通して、メディアの利用や体験実習を通して身近な社会問題について、 学習している。施設設備の面では、マルチメディアに対応した約100台のコンピュータが2つの特別教室と普通教室等に配置されており、メディアルームのコンピュータのみインターネットなどコンピュータを利用した授業に活用されている。また、ビデオ編集や音楽編集に対応したソフトウェアは、並程度であり CM 制作や新聞作りなどの創造的な制作活動を行っている。 さらに、世界の人々と SNS を通した情報交換は情報教育や国際理解教育に生かされている。ありがとうございます。